さあ、曜日のキックオフでスタート。三マがスタメンかどうかも確認できてないんですけど、スタメンですよね。ファーガソントップで、3バックかなんか、夫人はそれっぽいね。絶対3バックの方がいいもんね、プライド。3バックっていうか、ね、攻撃機3バックみたいなね。迂回いキラー作れるから。エブスター、ダンク、イゴール。あ、はいはいはい。で、グロスが高い位置取って中入ってくるみたいな。だ4バックの右肩上がりで、右肩上がりの334システムになるから、これすごい楽しみですね。 パスカルグロスの役。あ、これめっちゃいいじゃないですか。これだとね、迂回経路も中もあるから、すごくいいと思いますね、これ。守備の時に多分パスカルグロスが右サイドバックになるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうね。迂回ルート復活ね。最初ね、ポッターから入れ替わった時はだから迂回ルートもあるからね、めちゃくちゃいいサッカーしたよね。ちょっと守備になった時にパスカルグロスが戻る位置で判断しましょう。アディングラーが張って、パスカルグロスがまあ、あれですよね、富安ロールっていうか、右サイドバック圏トップしたみたいな。 タンク、ウェブスター以降、以いまあ、ウェブスターの心配だよね。でもまあ、フラムの攻撃陣な。っていうか、いオび今、フラムなんだ。なんか、エバートンで普通に活躍してたというか、良かったと思うんだけどね。なんか、いオびが左ウィングで、ウィリアントップしたのが今の状況だといいんじゃないかとか思ったりしますけどね。まあ、でも、迎カイケーあっていいね、3バックだから。めっちゃいいじゃん、これ。この方が中も外もあるよ。三島もちゃんと低い位置取って、ちゃんと前にスペース残してるし。すごっ。なんか、ちゃんとやり出したの。 今、7-7に高い人と言って言われてたけど。あれ、マジで三笘、この受け方しなかったよねやっぱ立ち位置の取り方全然変わってるよね三笘のね。前から降りてきて後ろ向きになって仕掛けらんないばっかだったじゃん、基本で。前はカウンターっぽいところだったから、俺受け方、ちゃんとファジーで前向きに半身作れるようにしたのかなみたいな話だけど、今回ちゃんとやってるね。収集核で言ってる受け方なんだけど、まさか、やってくれるっていう、やってくれて俺の見たわけじゃないか、ないかだろうかな。 み、読んだり見てたりしてくれたとしても、それ本人が言うまで俺が言うのはただ罠に引っかかってるだけだからね。ウィングバックだから説はあるよね、確かにね。後ろから上がってくるからね。そう、これだと前にスペースある状態で受けれるし、そこで受けて仕掛けるようになると相手嫌がるから前出てくるから助走つけて裏抜けれるようになるんですよ。最初から高い位置いると、一見良さそうなんだけど、降りてくるともう受けた後に選択肢なくなるっていう。サイドフロントで一緒ですね。一見ボール受けやすいんだけど、その後厳しいっていう。めっちゃいいじゃん。 最高じゃん。あなあなあ、うま、ああ、パーうわあ、力入ったな大チャンスで。テゼルビー、迂回経路作れないところ以外、めっちゃいい監督なんで、そこ改善されたらすごいですね。そうだね。今日のサッカーそうだもんね。E-Book 使ってるからなのか。これでもう、あれだかね、イゴールにつけたら三マ前で仕掛けられるし、ここもね、ほら、前、前向きで仕掛けられるじゃん。全然違うでしょ、この、前にスペースの、残ってると。あとは、こっから質になるから。ああ、三マの方見てくれ、アディングラ。まあ、サイドバック怪我でいないからや、あのー、これにしてるのは当然そうですよ。 の、だから就任した手は時間あれだから、3バック使ってたし。の、ここいると、最終ラインと1対1できるし、これで、あとは三笘が、あの、ウィングバック出てきてんじゃん、相手の。あ、ウィングバックって、サイドバック。あれで裏狙えるかどうかっすね。ただずっとあそこにいて、サイドハーフにも捕まるようになると低すぎなんだけど。きた。ああ、惜しい。そう、こう、こうなるから。ほら、全然違うじゃん、ほら。ほら、ほら。ふふふ。ね低くないでしょあれ、前から降りてくると後ろ向きになって出せないでしょ、あそこに。これなのよ。これが、3バックのウィングバックだと後ろから上がってくるから、 ちょうど、この、この方がいいか、赤と青でも。ね、一番ちょうどいい場所でしょ。あれがね、なかなか仕込めないのよ。でやっぱり、そういう文化なのは、ね、仲いいから言いにくいけど、今日の解説の人たちでもう、J リーグでもそういう文化なの。なんとなく高い位置になり得ないんだけど、実際は違うん。悪いってわけじゃないよ、ね。文化ってそうなっちゃってるから、うちの選手たちにもうそういう時あるんだけど。人間の体向き、ウィングバックだってだけで変わるのすごいな。スリーバックだと、こう上がってくから、ここちょうどいい位置になんだけど、 フォーバックだと、こっから広がっていくから、このまんま行っちゃって、ここにいてくんない。こう来てほしいんだけど。今日はね、その、システム上そうなってる可能性が高いってね。ここにいると受けるときに、こうなって、こう来て、後ろ向きになって、ここにパス出せないけど、ここいると、このスルーパスでこうだから。あとは、相手がこう出てくるようになるから、こう受けると。その時に今度こっちに出られだから、掛け引きみたいに言われるけど、掛けだけでいいんだよね。引きはもう最初の状態が引きだけ。テイサーウィングの低い位置に理解しめすコメントしました。あ、なんだろう なんか、なんで伝わったんだ <laughs> この数分で、その哲学変わったの嬉しいけど。そういえば言ってたな、あいつ、みたいなように思い出してくれたの。LINE した ?LINE <laughs> したいけど、マジでしようかと思ったけど。わーアディングラいい抜け。あとは、賢いな、アディングラ。素晴らしい。半身だったね。ー右足で止めて左足で打つ完璧だったね、今のね。あと、アディングラが、味方がボールを出す体勢になってないから、スピード落としたんですよ、オフサイドなんないように。 あれができないんだよね。自分のタイミングでバーって抜けてっちゃうんだよ。な昨日生配信で誰かにも言ったよね、俺ね。あそこ減速しなきゃいけない。出てこないから、つって。そ、この時にファーガスもさすがなんだけど、普通にね。こう、ここでアディングラが体の向き作ってないから、減速者これがでかい。あとなんで左サイドバックはこ,うこんなことしたんだろうね。ロビンソンの対応がすごいしくってるね。いや、この止めてけるをね、シュートシーンでできるかどうかがフォワードには大事なんですよね。オフ取ろうとしたのか、あれ。一人だけではオフ取れないんだけど、そのぐらいテンパっちゃったのかね。 もっさんに取ろうとしたのかそういうことか。あと、アディングラー切り替え早くていいね。どんどんなんか、フィジカル的にも成長してる感じするね、アディングラー。絞って裏に一発行かれないように対応するのが大事でしたね、ロビンソン。センターバックはちょっと出て行き気味で行ってるから、チャレンジアンドカバーの、もうちょっと距離近いバージョンみたいな。でも、ファーゴソンずっとライン上行っちゃうし、ボール受けれない位置いるなーって思ったけどね。一発で決めるからな。やっぱそうだな、三笘ウィングバックになってるからか、逆に裏なくなってるね。今とか相手の矢印が三笘の方に 向いてるから、裏狙うタイミングだけど、ずーっと足元に行ってるだけだったからね。バレバとダフードはポあの、ポイント被ってなくていいですけど、折りすぎてったりとか、難しい選択しちゃうな、みたいな時はあったりとか、あとダフードは、守備の縦ずれが遅れるな、は気になりましたバレバは今日いいんじゃないですかファジーズをうまく立ててのハイブバックの影響だと思いますね。いつもは、フォーバックでこう、こういうブライトンじゃないですか。でこれが、こういう風になって、ここが、こう開いて、ここの、二人がの交換する縦パスで、ここでちょこちょこやるじゃん。 でも今日は3バックでウィングバック上下運動する、こういう形だから、ここ繋がりやすい。プラス、守備の時こうで攻撃の時こう、守備の時こう戻ることを考えたら、ウィングだとそんなに戻る機会少ないから、こっから開くだけで相手と近い位置で受けるからこうで降りてきてってなんだけど、こっからこう上がってるから、結果、 ファジーゾーンの相手の最終ラインの選手と1対1で前向きの位置。相手が出てきた時にこうしたいんだけど、これがないから、やっぱりウィングバックの意識だから裏抜けでこんだけたくさん走るの嫌だな、みたいな。根っこのところで思っちゃうっていうかね、そういう真相、真理で思っちゃうとこあるのかなって思ってます。そう、アトレシコの現象。ファイブバックだから自然とそうなるねっていう。三笘ボール持ちやすくするには、イゴールが開くスぎートはあるけど、単純にイゴールがボール持った時にこっちに絶対出せない持ち方してるから、こう思ってここで呼ばなきゃいけないんだけど、ここで。 イゴールもここから呼ばないし、イゴールが持った時に三マ自体も呼ばないから、戦術の問題じゃない。皆さん今日の三トマという評価しますかもうボール呼ぶだけですね。だってね、ボール来て前向きの時にはさ、失わないし、前に運べる時はちゃんとチャンス作るから。こんなに上手いのにもったいないよね。本当だったらもう、日本人でバロンドール初めて取るのはね、久保か三マか富安だと思ってるんで僕、取れる可能性あるのは。そのぐらいの選手だと思ってるから。で、圧出して間違ってるとすんじゃん。 クソ無能なのに手だけ上げるって人。その人は手上げます。失敗します。大失敗して本当の無能だったらそこで手上げんのやめるんですよ。2回目手上げれるやつは1回目の失敗で学ぶから。そうそう、DJ 社長さんとかそうだと思いますしね。で、それを1回目手上げて成功するやつが天才とか才能あるとか言われるやつで、そんなやつほとんどいないんだから、2回も3回も4回も手上げていくしかないんですよ。ああ、大外の見てくれてたさ。三とまタイムです。お、アウトで簡単に入れてきてバレバレ左。うわー、そろそろアジャストしてくれ。 5回ミスっちゃったってやってますね。多分5回ミスってるもんね。今日のミドルシュートの本。いや、4だよっていう感じだけど。5回目じゃねえかっていう。うわーブライトンの失点パターンやで。いやー、もまだブライトン見たくなる展開になっちゃったね。よりそ層いや、でもこれはな。これちょっとのズレでこれでなるからな。やっぱ曜日すごいな。だいたいさ。 あのパスカットっていうか、なんかこのミスが起きるようなさ、チェイス、予備してるよね。で予備ってフィジカル的にも強いしさ、リバプールと合いそうだけどね、グラフェンペルフよりもうまくやりそうだよな。いや、こうなるんだよね、で、でこれを回避するためのう回経路なんだけど。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ババイバイ